皆さん、こんにちは。あいりです。皆さん、大変お待たせいたしました。っていうほどではないんですけど、2ヶ月前に購入した、このポーラリンクルショットメディカルセラムですね。唯一シワを伸ばす美容液。これをですね、2ヶ月間使ったので、これの感想をお伝えしようと思います。で、まず結果から言います。シワは、ドゥルルルルルルじゃん、改善されました。うん、改善されたと思います。ただですね、私ね、ちょっとね、使い方を間違えてたっていうか、なんかね、使い始めて1ヶ月ぐらいで、あんまり効果を感じられなくて、で私の使い方がですね、化粧水を塗った後にこれを塗って、でその後、持っているカバーマークの美容液を塗って乳液っていう感じだったんですよ。で、お店に行ったんですよ。店員さんに聞いたら、それがなんか違ってて、化粧水塗った後持ってる美容液を塗ってその後に塗るっていうのが正しい使い方で、確かに説明書にも美容液の後って書いてあったんですよ。でもですね、私なんかいいものだから早くつけた方がいいと思って化粧水の後すぐこれを使ってたんですよね。でもこれちょっと固めのテクスチャーで他の美容液を塗った後これをなじませるように伸ばすのが効果があるそうです。なのでちょっとそれがまず1点違ったなと思って使い方が。はい。で、あともう一つ、あんまりね肌を触っちゃいけないって思ってたから結構ねゆるい感じで塗ってたんですよ。でそれがまずあんまり良くなかったのと、あとシワに平行に塗ってたんですね。これシワと垂直に塗る方が効果がある。もう本当にシワに叩き込むように入れるっていう感じなので、常にシワに垂直に入れるのが正しい入れ方だったんですよ。で、私なんかもうねちゃんと説明書読んでなかったなと思って、で1ヶ月前からそのやり方をしていたら確かにシワが改善されました。で一番効果が現れた場所はほうれい線ですね。たるみは変わらないんですけど、シワ自体は薄くなりました。はい、それは私を見て分かりました。あと目の周りはやっぱり最近ねちょっと花粉で本当は描いちゃいけないんですけど描いちゃったりとかしてあんまりちゃんと改善はされてないんですけど、ちょっとね眉間のシワは薄くなったかなと思います。でそうカメラだとねちょっと分かりづらいですよね。一応ですね写真も撮ったんですけどちょっとね分かりづらいですね。とりあえずブログか何かに載せようかなと思ってるんですけど、やっぱりねシワは改善されてるなってすごく感じました。もう少し続けたいですね、ちゃんとね。でお店の人に聞いたらものすごいバカ売れらしくて、特に若い方が使えばすぐに効果が分かるそうです。若干私は効果が出るのが遅いってことですね。はい。なので若い方は本当にすぐに改善されていくし、あと最近は男性の方にも人気があるそうです。うん、男性の方がお店に来て実際に買っていかれるって言ってました。それぐらい本当にこれは今話題っていうか、注目されている商品なんだなって感じました。なので、何事もね続けてみないとわからないので、ちょっとねこれは私続けようかなと思ってます。もうねお金かかってしょうがないですね、本当に。やっぱりいいものを買おうとすると高いですよね、本当ね。だからうまくやりくりしてねちょっとね買って使っていきたいなって思ってます。はい。ということで簡単ではございますが、これは私は改善されてると思います。買われた方がいらっしゃいましたら一緒にシワ伸ばしていきましょう。はい。ということで今日もご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。